私、和紅茶って飲んだことないんですが、普通の紅茶とは違うんですか？ミルクティーみたいな感じなんですが、ほうじ茶の香りもして、後味もすっきりしてます。シロップを入れてませんから、そんなに甘くありませんよ。よければ、飲んでみますか？いつもより薄味な気はしたんですが、それ以上は緊張しすぎてよくわかりませんでした。これって間接キスですよね？間接キスでこんな風になってしまうなんて、本当のキスをするにはまだまだ経験が足りないということでしょうか。